ラブベイ、ウィーラブライスマイナスは、エンカレッジフィルムズ制作による日本の短編テレビアニメ。2017年4月から6月まで放送。5分枠放送で、東京 MX、サンテレビの初回のみ実写パートを交え15分枠で放送。ナレーションはヒポーが担当。2017年10月から12月まで、第2期、ラブベイ、ウィーラブライス2期作を放送。名称は同じ年に同じ作物を2度植える2期作から来ている。米を擬人化したキャラクターが登場する作品で、作中には米にまつわるセリフが多く登場する。そのため和食の魅力を発信している農林水産省とのタイアップを果たしている。エンディング映像はクックパッドとコラボし、米を使った料理を紹介している。第2期のエンディングではご飯限定飯券とコラボし、米にまつわるクイズを出題している。声はアニメの声優、演は舞台版の俳優。2期作より登場。ラブベイ、ライスイズビューティフルは2017年2月24日から7月28日までガンマにて配信された。作画は46が担当。コミックラブベイ、ザ・ライス・プラント・ア・ザ・シード・マイナスは2018年12月7日から2019年8月16日までゼロサムオンラインにて配信された。キャラクターデザインを務めた青井レヴィンが作画を担当。ラジオ日本にてラジベイ・ウィーラジ・ライス・マイナスが2017年10月9日から12月31日まで毎週月曜1時30分に放送された。アニメ第1期最終回で舞台化が発表され、2017年11月17日から11月26日まで、ライスオンステージ、ラブベイ、エンドレスライスライオットのタイトルで、品川プリンスホテルクラブ X にて上演された。企画、原作は、八百万、脚本、演出、作詞は、村井健志、音楽は、坂部剛、振り付けは、本山真之介。主催はネルケプランニング。2018年2月14日から17日まで、ライスオンステージ、ラブベイ、フェスティバルインバレンタインのタイトルで、イベントが公演された。続編、ライス、オンステージ、ラブベイ、I'll give you rice が2018年4月21日から30日まで、公演された。ライスオンステージ、ラブベイ。ライスウィルカマゲンが2020年11月19日から29日まで公演予定。主要キャストは登場人物を参照。以下はオリジナルキャラクター。ラブベイシリーズの続編として2018年11月30日よりミラクルプロが展開しているバーチャルアイドルプロジェクト。新人ハーベスターであるコメコメベイがバーチャル YouTuber として活動している。ベイプリンセスに関するカテゴリー。ありがとうございます。